とばとばでとばく。ととは、とばを行う場所のこと。盆中、盆、場、ば、式、鉄火場とも言う。とばを開帳することを、盆を敷く、場が立つとも言う。常設とばのことを、常盆、一日と六日というように、約日を定めて開帳するとばを、約盆、関係者に会場を回して、臨時でとばを開帳することを、花会、内会、手合爆駅、手配爆駅。 バクトのツヤ、葬式後に模様される供養花会のことを、慰みと呼ぶ。大規模な盆中は、大会、元広と呼ばれる。手本引き、長半博地などで用いられる。盆後座は、坊主と呼ばれる縁のない畳を、木綿の白布で覆い、かすがいと呼ばれる秒で固定して作られる。当然、部屋の広さや、参加人数に応じて変化するが、二乗半時期が、標準サイズである。 周囲に座布団を敷き、間に灰皿を置く。親の席の背後に三極一席の屏風を設置したり、電球の傘にボール紙を合わし、新聞紙などを巻いて、低く下げ、スポットライトにするなど趣向が凝らされた。飲み物や夜食をサービスすると場もあるが、イワシ、サンマ、サバといった青魚、鳥やネギを使った料理はご法度とされる。 売上の配分は様々であるが、1971年に広島県で摘発された暴力団が関与する賭場の事例では、売上の40%は場所を提供した者が受け取り、残り30%が暴力団の幹部クラス、残り30%が組長に上納されるシステムが取られていた。日本においては、歴史的に博打はゴハットとみなされてきたので、非合法的なゲームとみなされる。 このため賭場も非合法な場であり、常に関係の介入の恐れがある場所とみなされ、会長者にとってはリスクを伴うものであった。このリスクを逃れるために、賭場は寺院や釘の屋敷など、関係の力の及ばない場所で行われることがあった。今日においても外国交換が同様の理由で用いられることもある。賭場の会長は、刑法の賭博及び富くじに関する、 罪の一つである、賭博場外庁東り剤にあたる、刑法186条2項。2010年10月6日、大阪市西成区の釜ヶ崎で、日本最大の賭博場と表現された、と場、福助が摘発された。マンション3棟の1階部分をつなげた巨大なもので、300人を収容でき、その規模からドームとも呼ばれていた。営業は、 1998年頃から始まり、経理にや協定の飲み行為を行う場として発展。最盛期には300人収容のドームから200人から300人が路上へあふれるほどの盛況ぶりを見せていたという。中は違い方権状態のまま、野放し状態となっていたが、行動会の資金源となっている見方もあり、最終的に大阪府警は、 飛ばのドアを破壊する手段により敵発を行った。1950年10月28日、関東鉄道上層線の貨車を占拠して移動飛ばを開き、常習飛ばくを行っていた闇米ブローカーら35人が検挙された。長半飛ばくを行っている飛ばにおいては、邸の目が出た直後に飛ばに入場するのが礼儀とされ、半の目の直後の入場はご法度とされている。飛ば、飛ば。 デジタル大事船。小学館。二千十八年七月三十一日閲覧。ガンボリングハウス。d n プログレッシブ A は中時点第4班。小学館。二千十八年七月三十一日閲覧。暴力団の突破区相次ぎて9発広島県警。中国新聞昭和四十六年十月五日。勇敢七面サッカーくじファン八十八個の報道から。 競馬場や競輪場などの公営競技場は一般に賭場として認知されていないことがわかる。大阪府警、日本最大の賭博場を摘発、行動会の資金源化、日本経済新聞。 http://www.nickey.com スラッシュニューススラッシュカテゴリースラッシュアーティクルスラッシュ G イコール 96958aqc 93819a91e2e4e2e0e28 で 2e4e3e2e0e2219391ea2e2 e アットイコールオール2010年10月9日閲覧。走る列車で大取り物常習と爆弾35名、検挙、日本経済新聞昭和25年10月29日2面。ありがとうございます。